ヘレン・レディはオーストラリア出身の歌手、女優。同国を代表する音楽アーティストの一人で、1972年のシングル、私は女が全米チャート1位を獲得し、オーストラリア人として初めてグラミー賞を受賞。米国に進出した豪州出身成功者の草分け的存在であった。1960年代以末にオーストラリアから アメリカのロサンゼルスに渡った。1970年代、国際的な成功を収めた。特にアメリカが死州国では、ビルボードホット100のトップ40に15曲を送り込み、6曲がトップ10入り、私は女、デルタの夜明け、アンジーベイビーの3曲がナンバー1に輝いた。デディは、ビルボードのアダルトコンテンポラリーチャートに25曲を送り込んだ。 トップ15、15曲、8曲が6週連続、ナンバーワンとなった。1974年、アメリカンミュージックアワードで、フェイバリットポップ、ロックフィメールアーティスト賞を受賞した、最初のアーティストとなった。同年に3曲のヒットを記録した、最初のオーストラリア人であった。テレビ界では、史上初のオーストラリア人司会者として、アメリカ合衆国のテレビネットワークで、 毎週1時間のプライムタイムバラエティショーの司会を務め、世界40カ国以上で視聴された。2002年、レディは音楽活動から退き、オーストラリアの大学に戻り学位を取得、臨床催眠術医として、動機づけのスピーカーの練習をした。近年のレディ2011年、トニーの誕生日に、妹のトニーラモンドと、ブリージン、 アロング・ウィズ・ザ・ブリーズを歌った縁で音楽活動に復帰。私は、女は、大衆文化で大きな役割を果たし、第2杯フェミニズムの参加となった。彼女は、フェミニストのポスターがある、フェミニストのアイコンとして知られるようになった。2011年、ビルボードは28人目のアダルトコンテンポラリーアーティストとして殿堂入り。2015年に認知症と診断されて、以降、 一戦を退く。そして2020年9月29日、ロサンゼルスで死去、78歳。20歳の時、ケネス・ウィートという年上のミュージシャンと結婚。娘のトレイシーを産んだ後二人は別れる。1968年、ニューヨーク市ブロンクス出身のジェフ・ウォルドと結婚。レデ,ディは、ウォルドと結婚する前に、ユダヤ教に改修している。 二人は1972年にジョーダンという息子を儲けた。ウォルドはレディのマネージャーを務めた。1981年1月、離婚。1983年6月、自身のバンドのドラマー、ミルトン・ルースと結婚。1995年、ルースと離婚。ありがとうございます。